チャンタブリー教区、チャンタブリー教区は、台東部にある、市教区。万国大市教区の属市教区。チャンタブリー県、ムアンチャンタブリー郡タムボンチャンタニミット1 1 2市教座を構える。この市教区は3万4000平方キロメートルの面積を持ち、チャンタブリー県、チョンブリー県、プラーチンブリー県、ラヨーン県、サケオ県、トラウト県、チャチューンサオ県。 ナコンナーヨック県を管轄する。2009年の時点で、教区内の440万人の住民のうち、38,918人がカトリック信者である。42の小教区を持つ。この教区は1944年5月11日に、チャンタブリー大牧区として、万国大司教区から分離して発足。1965年12月18日に、司教区に昇格した。 司教座制度は、ムアンチャンタブリー軍のチャンタブリー、諸女、高端制度であり、大国内で最も大きい制度。北緯12度36分33.5秒統計102度7分7秒、北緯12.609306度統計102.11861度、12.609306102.11861最初の電動子制度は、1711年に、 現在の大聖堂敷地に建設された。その後、19世紀に主に、ベトナム系キリスト教徒が宗教弾圧を逃れて移民してきたため、4度の拡張と改築がなされた。1909年に、現在のゴシック様式の聖堂が建設された。大聖堂は、チャンタブリー川左サガン堤防のチャンタブリー通りにある、第二次世界大戦中に連合軍の空襲を恐れて、 大聖堂の屋根が取り外された。ありがとうございます。